政府であるとか、国とかは絡まないのね。考えるようによっては、すべてを包含できるような、まあ、で、それって詐欺だよね。このブロックチェーンというのは、その、どういうものかというと、価値っていうか、その取引の記録です。どんな取引をしたか。 例えば A さんから B さんに物が移り、B さんから C さんに物が移る。例えば、レアなものがあった通りじゃないですか。レアなものがどんどん理解されていくって過程でもいいんだけど、その時の記録が全部さっきのチェーンで、こう下のチェーンで繋がってる。で、一個一個のチェーンに全部証明書がついている。で、これをね、えっ、ー、と、書き換えることは、もちろんできるんだけど、書き換えると全部が崩れてしまう。つまり書き換える、書き換えたことがまあ明らかになってしまうので、えー、証明書が、まあ、無効になってしまうわけだ。 要は、この証明さえついていれば、あの、正しい取引が全部、過去にわたって全部、えっ、ー、と、ついてきてるので、えー、証明もできるし、申請であるということの、えー、証しにもなる。こういう仕組みです。で、ここに政府であるとか国とか絡まないのね。あくまでも技術だけでこういうことができる。今は、その、例えば銀行であるとか国とかが全ての取引を管理していると。もしくは会社がね。 それらがみんなが、世界中のみんながこのブロックチェーンで、え、もうこれはほとんど数学の世界だけど、数学の世界で全部証明をつなげていくということによって、その全ての取引が連結可能な状態になる。というのが、え、まあ、これもなんだろ、一番大きなインパクトです。今まで全部バラバラになったものが取引に、取引っていうことを通じて全部が連結される。 それのね、破壊力ってすごくて、よくあの DX、DX って言ってけど、それぞれの中でこうつながっていくっていうのをデジタルトラン、あのデタトランスフォーメーションって言ってるけども、これは取引から権利からいろんなものが全部つながるという、考えようによっては全てを包含できるような、まあグランドデザインみたいに今なりつつあります。今もう一つこう、NFT って言われてるのが、まあキーワードなんだったじゃないですか。キーワードとはら非代替性トークンって言って、 え、ブロックチェーン、今言ったブロックチェーンっていう仕組みを使って、そのブロックチェーン上に記録される、えー、と、まあ、データ単位、ね、まあ、大体不可能なデータ単位っていうのを NFT と言ってて、まあ、いろんなデジタルビットで構成されているようなアセットに対して NFT をつけることによって証明になる。それが唯一無二であるって証明になる。例えば NFT がないと本物じゃないよっていう、まあ、右に書いてあるけどね。NFT があれば、 え、本物であることを証明できる。これも不思議な概念だよね、あの、だって、元とビットであるものはコピーできるじゃないですか。だけど、その中で一つだけ、えっ、ー、と、例えばオリジナルだと先生して、そこに NFT つけると、それが一つが本物になるわけよ。で、先生の感覚だとね、弱同士のサインが、えー、唯一無二であっても、一円にもの価値も感じないんだけども、<laughs> でも、それになんかすごいお金がついたわけでね。 なんかちょっとなんかやらせっぽいのもあるんだけど。なかなかなその辺が。ちょっとこの後いろいろ、あの、課題が出てくるんだけども。そもそもさ、そういった、あの、証明をつけて、じゃあその証明っていうのが、え、本当にワークすんのかっていうのがあって。どうしてかっていうと、この、NFT をつける機関っていうのは一つじゃなくて、いくつもあるんだよね。なので、別の機関で別の NFT つければ、いくらでもコピーを売れてしまう問題があって。で、それって詐欺だよね。 あの、詐欺に近いよね。ある人に、いや、これ世界で1個しかありませんから、では100万円で買ってくれてありがとうっていうと、もう一つ別のところでまた別の <laughs>、同じものを出して、これも世界で1個しかありませんよ、みたいな。それも、あの、笑い話で本当にそういったことも起こってるらしい。ということで、えっ、ー、と、まあ、あの、リアルの、あの、まあ、実際は交換できるか交換できないかだけど、その、証明書がついてなければそれはオリジナルじゃないと。 いうことで、だからこのここで交換できない価値が異なるよって言うんだけど、そもそもさっきのスクショで撮った写真と、それから証明書がついている写真との違いはユーザーが気にするかしないかって問題だからね。で、実際のものだったら、リアルのものだったら、例えば先生がね、あの初代のプレイステーションの1号機にくたらぎ検定サインすればちょっと価値あるかもしれないずっとあるかもしれないけど、そうじゃないとそんなに別に、 NFT かかったってなんか価値があるのかなと思いながら別にそこにすごいお金をちゃんとこうつけてる人もいるわけだ。自分が所有してますと。自分が所有してますと。まあドネーションに近い感覚かもしれないけど。この辺からどんどん怪しい世界になってくるんだよね。そもそもさと。ということで、ちょっとこの先に行くとね、NFT とブロックチェーンといえこれ、この NFT ってはブロックチェーンとて技術を使ってるんだけど、ブロックチェーンはまあ非中央集権による管理、データ管理であり、トレ,ートレーサビリティもあり、 え、改ざんができないと思うそれで右側は実現される価値ってあるけども、NFT っていうのは、だからそう固有性がある。これが、えっと、真眼の証明があるよってこととか、あと、うん、あと利益を還元させることができる。原作者に対して利益を還元させることができる。例えば、昔は絵を描くと、その絵を、その,もの,の物理的な絵に価値がついたけど、 その絵が、じゃあ、あの、ボーンデジタルだった場合、どうするか。どんどんコピーされっぱなしそうじゃなくて、例えば、例えばバンクシーみたいな人が、あの、じゃあ、なんか、バンクシーは壁に描くんだけど、NFT、うん、かけると、それが本物ですと。サイン入りの本物ですってことになる。そういうこと。さあ、ここであの、先生ばっかりし喋ってるけども、なかなかインタラクティブな話になるけど、ここで皆さんから、 どうなのよってもないよね。あの、皆さん、多分、あの、皆さんのご両親の中でこれで痛いた、痛手を出した人はいないと思うんだけど。まずどう思うブロックチェーンのことで一個質問があるんですけど、えっと、そのブロックチェーンを作るっていうところは、多分世界各地にあると思うんですけど、うん、その、えっと、NFT っていうその保証のやつが、うん、その、一箇所のブロックチェーンで作ら,作られて、その、違う同じ商品が違うブロックチェーンで、 つけられた場合って、それの区別とかってつけれるんですかあの、もうあの、基本的にあの、区別はつけられるっていうかね。あの、まあ、一つの,あの商品、一つのビデジタルコンテンツに対しては一つの NFT がつくのが望ましいよね。望ましいと。で、それに対して変更、あの、なんか違えば変あの、うん、確かにあの、違うものになって、そうだね。出す人がちょっとずつバージョン変えて出すっていうのはあるね。 あの、映画でもエディション、なんとかエディションとかってあって、それはそれであの、あの、遊戯王カードと変わらないって言えば変わらないと思うんだけど。あの、カジュアルコピーはできなくなるよ、ね。ただし、あの、悪意を持って同じものを他のこ、あの、他の NFT でやろうっていう人が出てくると、それは問題になるよ、ね。でもそれもあの、辿っていけばわかると思うね。えっと、まあ、ブロックチェーンっていうのは、その階段がまあ難しいというか、その、まあ、階段、 したことが、まあ、なんてのその容易にわかるみたいな。うん。んですけど、その、例えば、まあ、ざんされた場合っていうのは、実際バックアップとかから戻したりっていうのが起こる。例えば、まあ、実際に、まあ、階段、そのデータが改ざんされた、みたいなことが起きたときには、そのバックアップとかから、その、復元っていうか、うん。そうね。あの、た、たどれるからっていうことなのね。はいうん 解散っていう事実は分かって、はい、それで解散されたら全部消滅しちゃったら大変だよね。はい、要は、あの、申請であるという証明だから、まあ、犯行みたいなもんなんで。<ー>デジタルデータそのままあるっていう前提かな。はいはいはい、えっ、ー、と、質問があります。 質問としてはどっちかっていうと、ちょっと前回のに近いものになるのかな。話してくださった内容に近いものになるのかなと思うんですけれども、その、今回こういうふうに NFT みたいな、であったりとかビットコインだったりみたいな新しい、その技術が生まれてきて、で、まあ、それに合わせて市場っていうのも結構、いろいろと変わってくると言いますか、かき乱されると言いますか、そういうのっていうのは、 でまあ、それに対して法の成立ですとか、まあ、国の対応っていうのが追いついていないっていうところが1、まあ、つ問題だったと思うんですけれども例えば前回紹介された量子ビットコンピュータみー,ータみたいなものがあればはい、はい、じゃあその先どうなるのかっていうことを暗算で計算して出してでそれをエビデンスにして新しい法律を作る。 っていうような対策方法とかもできたりするんですかね。時間、量子ビットコンピューターを使って、時間の加速器があったとしても。あ、時間の加速というか、うん、まあ、予測するといいますか。<あ>予測して、先回りして対策する。うん、でも、完全にフラウ、今、ここに出てきてるのは、完全に詐欺だからね。はい。その詐欺を予測するっていうのは、なかなか難しいと思うんだけど、例えば。あの、どっかの国、国の中央銀行が詐欺をしたら。見つけられるかというと、なかなか見つからないよね。 傾向がわかるかってわかんないな、当分、多分。量子コンピューターがあったから防げるって気はなんか先生はしないけどね。<れ>で、要は新しい技術だから監督官庁もなければ、あの、規制する法律もなかったと。ところが、あの、ものすごいお金が急激に動いて、で、お金が集まって、で、やってる本人やあの、真面目に投資やってる人もいたらだろうけども、最初から先だってわかっててやってる、みたいなね。これ、一応あの、今の報道を見てると。 それでみんな慌てて、慌てて開業な規制当局が、これちゃんと法律で縛らんといかんと。という今動きになってるって感じだと。で、法律で縛るにしても、あの、国ごとの法律になるでしょ。ところがネットには法律、あの、国境がないと。じゃあこれはどうしようかっていう話、次になるよね。グローバルでやらなくちゃいけなくなるから。うん、結構厄介かもしれない。 だけど、あの、それはビットコインに関わるとこがそうなんでやってっていうのがあるんで、あの、ブロックチェーンを証明書に使うっていうところには関係ないからね。まあ本当にあの皆さん4月からあの、ずっともう今まで相当な回数お付き合いしていただき、どうもありがとうございます。あの先生もね、あの皆さんと毎週こうやって会うのがとても楽しみでやってるので、えー、来年もまたよろしくお願いします。あの、これで、えっ、ー、と、コロナにならずに風邪をひかないで元気に過ごしてください。 はい、終わります、今日は。お疲れ様。